珠洲市で建設が進められている応急仮設住宅16戸のうち4戸が今日完成しました。先月5日、珠洲市で震度6強を観測する地震が発生し、住宅の被害は今日午後1時の時点で全壊が35棟、半壊が218棟となっています。県は先月から最も被害の大きかった珠洲市正院町に被災者の生活拠点となる応急仮設住宅16戸の建設を進めていますが、このうち正院団地跡地の4戸については今日完成し、引き渡し前の最終的な検査が行われました。この仮設住宅は 1DK の間取りで単身用です。嬉しいですね。やっぱりほら、家が倒壊したり東京まで行かなくても住めないような予定になってるからたくさん置いてますので、やっぱりこういう仮設住宅にね入ることができれば、ここに生活して自分のところの家まで歩いて行って家の片付けとかできると思いますからね、やっぱりいいんじゃないかなと私は思いますね。県は残る12戸についても建設を進めていまして、今月中の完成を見込んでいます。